なんのこっちゃ西山、今も青春、我がライブ人生第47回目終了しました。今日のゲストは竹俊明さんでした。はい、どうもありがとうございました。竹さん、なんかこう一言お願いします。いや、すごくバタバタしてて楽しかったです。これ毎回のことですね。バタバタしてるのはね。まあでも最初ちょっと間違えたりしましたが、最後は結構閉まりましたね。お休みの趣旨でね。お休みの趣旨でね、もうね、もう笑いそうなんですけどね。口を押さえました。はい。まあでも見てくれた方、喜んでよかったです。はい、ありがとうございました。またライブ見に行きます。はい。ありがとうございました。